皆様方の中には無名の菩薩たちがまだ数多くいらっしゃるでしょう。まだ無名の光の天使たちが数多く眠っていらっしゃるはずです。まだその使命に本当には気づいていない方がいらっしゃると思うんです。自分はまだ社会的にそれほど有名でもないし、経験も浅いし、成功者としても十分に認められてはいないし、ましてや国際的に知られているということはまだない、まあ、そういう方が多いと思います。それでいいんです。皆様が有名だから多くの人たちに愛を伝えられる存在になるわけでは決してないんです。無名でいいんです。無名の菩薩大歓迎です。無名の天使たち大歓迎です。その人がいかなる人であるかは生まれによってではなく、その行為によって判断されます。それは2500年以上前の釈尊の言葉でもあります。2000年前のイエスの成したこともほぼ同じでしょう。あなた方がたとえ有名であろうとも無名であろうとも、あなた方が菩薩であるかどうかは、あなた方の成した人を生かす心、行動、人を許す心、行動、これにかかっているんですよ。許しがたきを許し、あなた方を迫害し、差別し、迫害しする人をも許しなさい。それがあなた方に課せられた大きな大きな力なんです。あなた方は今力を授かっています。天上の力です。神の力です。地球神の力です。あなた方の主エルカンターレは愛の神です。一番大切なことは何時の主なる神を愛せよという言葉です。これは言い換えれば、何時らの愛の神を信ぜよということです。そして第二に大事なことは、何時の隣人を愛せよということです。あなた方に利害があるからではなく、あなた方が人生で出会う途上の多くの人たちを愛しなさい。神があなた方を愛したように愛しなさいと私は述べているのです。今日の私の話を聞いている全世界の皆さん、直接お姿を見ることはできない皆さんにも伝えたい、私はあなた方すべてを愛しています。